はい、2024年10月5日の動画です。小松純也です。今日雨が降ってるので、いつもと違うところからお送りしております。今日のテーマは Google マップで、クルド市役所、川口市役所がクルド市役所に変わってしまった件について、お話をしたいと思います。クルド人の問題に関しては、前からちょっと話したっけ、話してますよね。ちょろちょろやってますけど、皆さんご存知の通り、私は、民族差別と民族ヘイト大嫌いでございまして、それもちろんね、そのクルド人の中にはそういう犯罪とかそういう暴力とかをやってる人もいるとは思うんですけど、まあ、日本人もそれは同じなわけでして、なんかまあそのことさらにその、多民族やそういった他の文化を持った方に攻撃的になるのはあまり理性的でもないし知性的でもないなと思っておりますと。で、その Google マップのね、その川口市役所がクルド市役所に変わってる話にしても、クルド人がやったんだ、侵略だとか言ってる人いますけど、いや絶対日本人が悪ふざけでいたずらでやってるでしょ。なんでそんなクルド人がわざわざ日本語でやるんですか。英語とかクルド人のその何語かわかんないけど、使うんじゃないんですかね。あとなんかそのツイッターでなんかクルド人を名乗る、アカウントがやたら日本語で、川口はクルド人のものだみたいなことを言ってて、日本の女性はクルド人のものだみたいなことを言ってるアカウントもあって、それを真に受けた頭悪い人たちがクルド人は悪い、クルド人は悪いって大騒ぎしてますけど、本当冷静になってください。そんなのわざわざ日本語でやります？なんかその日本人はね、僕こう YouTube をやり始めて気づいたんですけど、わざわざ嫌がらせしてくるんですよ、日本の低層の方々って。もう私の常識とはもう全然かけ離れてて、もう理解もできなかったんですけど、わざわざ人を嫌がらせるためだけにコメントしてくる人いるんですよ。あなたそのコメントする前に一回考えました、それな言って何か意味ありますかっていうようなコメントがめちゃめちゃ来るんですよね。で、そのコメント YouTube はあなたたち、あなたたちがその書く人たちより賢いんで、そのコメントを消しちゃうんですね。で、見れるんですけど、見てそれを承認しても結局 YouTube がちょっと頭悪いんでコメント OK できませんって言って消えちゃうんですよ。で、なんていうか、その日本人の陰険さ、陰湿さってこんなにひどいんだと、なんか YouTube やり始めてね、チャンネル登録者数も1000人を超えてきたんで、なんかそういうコメントがちょっとねちょろちょろ来るんで、結構うわーって思っております。で、ついでなんですけど、なんかあれですよね、ヘズマリュウが、奈良県の鹿を、中国人が蹴ったから、なんかやりに行くみたいな、ネタやってましたけど、あれなんか結局捏造だということが分かりましたよね。ヘズマリュウさんが、何人かの警察官に囲まれて注意を受けてる、動画、SNS に出てきましたね。私が言った通りでした ね。で、鹿を蹴った中国人も、中国人じゃなくて日本人だったらしいですね。日本語喋ってたそうですね。ほら言った通りでしょ。だからでなんかその奈良の鹿って凶暴なんですよ。で、奈良の鹿に襲われてなんかペットボトルで避けたり、足で避けたりした人いたらしいですけどね。中国の人って、今は分かんないですけど、昔は犬に犬って名前をつけるぐらい動物と人間にその差がある、民族性を持ってます。そういう文化のある方々が鹿に襲われたら鹿に対してちょっとぐらいペーンってやったりしますよね。奈良の人、日本の一部の人だけです、奈良の鹿が神様だと思ってんの。インド人は理解してくるかもしれません。だってあれ多分インドの牛がモチーフでしょね。そんな話ですね。で、クルド人の話に戻すんですけど、結局その難民のそのランクみたいなのがあって、それの整理を、ちゃんと国ができてない。日本政府が相変わらず仕事が遅い、仕事がいい加減ということが、ちょっと調べたら出てきました。だから責めるのはまたクルド人ではなくて日本政府でしたね。もっとちゃんと大きいところをちゃんと現実を見て理性的に、せめて議論していきましょう。しょうもないことをするのはやめましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。